はい、やりましょう。人狼ジャッジメント、パン屋です。市民に人狼に占い師霊能師カレード1パン屋1狂信師猫まずしの終わり石黒猫1です。やります。さあ行きましょう。おはようどうなるかな、進行になるかな。はい、カミングアウト。はい、J がニック白で、延長希望、ジェシカはクリス白、あの臭すぎるな。うん、延長希望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 、なんでだ、あんな、うん、無理無理だろ。うん、朝のこの段階でアンナに触れるのはそれこそエマに対して何を思ってるの？エマ？延長希望。延長希望。今も同じようなこと言ってんの？ああ。フランク釣り？エマもやべえな。
エマとアンナ、フレディかな。延長希望。延長希望。あんなエマ、フレディ処理しないと無理かな。フランクのエマが気に入らない要素。エマ、日占い透かししてるのにアンナ叩いて、日占い透かしたミニ6人。なんかエマも宇宙人っぽいね。なんか、いいんじゃない？アンナとエマと、どんどん釣ってって。メアリーつんの？マジ？カミングアウト。カミングアウト。カミングアウト。これさ、圧迫しね、黒一。俺死んでもいいから圧迫するか。ニック、クリス、フレディ、アンナルだろ。あ、圧迫するわ。カミングアウト。10秒前。クリスにクロス占いしたら相当強いぞ。まあフランクかエマだろうな。エマ、黒猫は回りそう。黒猫か。一切喋んなくなったもんな、エマも。まあフランク釣るしかないんじゃね。フェイが黒で出てくるわけないよな。っていうか、そもそも黒だったら出ないだろ。占い値圧迫にもなるんだし。出ない出ない出ない。黒だったら出ないわ。黒猫か新猫どっちか。だからフランク釣ればいい。まあ、エマ黒猫なんじゃない。30秒前。まあ一緒。まあ、アンナとかもこの辺村だったら終わるなっていうか、まあ、クリスが呪われとかだったら神展開って感じする。おはよう、おはよう、おはよう。おはよう。
アンナどうするかな。ジェシカは肉黒か。延長希望。アンナポエム読んでるだけだろこれ。ネコネコ見たとしても普通に叶われる可能性もあるし。いや、ちょっと待って。ジェシカの理論イコールフランク黒。ていうかさ、フェイ黒、フェイ白、ニック白、クリス黒で飛んでんじゃね。ジェイシン、確かに。エマ黒猫ってなんで言えたの？フランクは昨日フェイ黒猫って言ってたのに。
うん。今黒猫切れた理由は？うん。うん、昨日の話なんだよな。出てこないだろう。だって意味わかんないもんな。フェイ黒猫。黒猫は猫股回避よりは CO なしで釣られることもあるからですよ。は？うん。ん？何を言ってるんだ？切れた理由なんだって話なんだよな。1分前。30秒前。まあ、あんな絵馬両方無駄だった時点で負けるって感じだもんな。うん、でもあんな黒だったらでもあれだよな。30秒前。まあ、全進化。どうする？フレディじゃね？フレディ釣るか。いや、これフレディ黒だ。オッケー、分かった。多分ジェイかまざるをえんでしょ。フレディ釣ろうぜ。これであんな黒だったら相当作詞だよ。多分黒猫と黒釣れたんじゃない？これで。だってあんながさ、黒でこれ言うか？こんなん言えるか？タラタラと。何それ、なんか間違った噛むの、噛むとこ間違った、なんで霊能者噛むの、ええあんな黒なん、え噛むとこ間違ったそれ、え占い黒の髪だよこれ、
何してるん？なんでマイクなんて噛んでるの？なんだこれ、何考えてんのこの霊の神って。まああんなだったら噛むか。うん、うん、まああんな絵馬両方村で敗北みたいなもんだよ。しょうがないんじゃねって気はするけど、正直。ああ、まあ敗北可能性あるね。まあニックか。なんで身内切りなんかしたんだろう。まあ、よくわかんないよね、これ。なんで身内切りなんかしたの？ 10 秒前。ああ、はい。うん。でもよくジェイも身内切りしたな。フェイシロとか出して何がしたかったんだろう。まあ身内切りしたかったのか。あ、はい。まあまああんなエマ両方村だったら負けだけど、結果的にエマだけ 村じゃなかったから勝ったってことで、はい以上です。うん、危ない危ない、あんな潰せて。はい、ということで GG です。おつ